どうも西田渉です。本日なんですけども、カメラレンズを売ってしまいますっていうところでね、お話しようかなと思っております。そこだけ言うとね、どうしたっていうことになると思うので、まあ何を売るかっていうところ、レンズとカメラ何を売るかっていうところと、そしてさらにねどうなっていくのかみたいなところをちゃんとね順序立てて説明していこうと思いますので、ぜひね最後までご覧いただけたらと思っております。まあ基本的によくね皆様に申し上げてるんですけれども、まあ僕の場合、3ヶ月使わないカメラレンズがあるとですね、売ってしまうんですよ。なのでそれぐらい新陳代謝が早いことなので、物に魂は宿らないっていうね、これがまあ一つ僕の、まあ、座右の銘みたいなところもありまして、魂を宿すのはこういったところでいいっていうところでね、写真集などに魂を宿していくと。なのでね、こういった感じで僕の場合やっているので、もちろんね使っている間っていうのはもう本当にね大事にします、道具自体はね。例えばですが、今だとライカの M11 とかね、高いカメラだから大事にするとかではなく、例えばこっち、ソニーの RX100M7 コンディスとかもね、とにかく今このカメラ絶対に自分は必要だっていうところでメンテナンスもきっちりしますし、一番カメラっていうのは稼働させたり使ってあげるっていうこと自体がね、車もそうですよね、それが一番長持ちする秘訣だったりするわけですよ。なので防湿庫にしまってるからいいとかではなく、やはりね使っていないものは逆に言うとまた新たに使っていただく人にの元へ旅立たせる方が僕は結果的に良いのではないかっていう考え方ですね。目は2つしかありませんし、手は2本しかない、指は10本しかないみたいなところで、持てるカメラ、撮影できるカメラって限られてますよねっていうところで、今日は使わない、カメラレンズを出します。そしてその理由も含めてね、皆様に解説しようかなと思っております。まず1本目なんですけども、こちらじゃんと、はい、こちらですね、ソニーの FE20mmF1.8G ということで、こちらソニーのレンズですね。なぜこちらのレンズを僕は手放すかと言いますと、基本的に今僕のムービーの撮影などはね、こちらソニーのね α7M4 で収録している感じですね。この紙マイクっていうものをつけて収録しています。 α7M4 にこちらの FE14mmF1.8G マスターレンズですね、オレンジのね G マスターレンズをつけて収録している形なんですけども、もともとこれはですね、僕の中でこちらの α7M4 を三脚に据え置いて、でこういった形ですね、この座学というか、ここの状況で喋る時のためのレンズとして、まずはね 20mm の F1.8G というものを購入したんですよ。ですが思いのほかね、 Vlog として、例えばこうやって自撮りをしますっていう風になったりするとですね、基本的に α7M4 は、ブリージング補正プラスアルファはアクティブ手ブレ補正っていうのを入れて初めてね、気持ちよくこう手持ちでのこう Vlog とかが撮れたりすると。さらに言うと、先ほど申し上げたブリージング補正っていうのがね、 α7M4 からね目玉機能の一つとして入ったんですけれども、基本的にブリージング補正なしでね、この FE20mmF1.8G を使うとですね、わかります、この今は R3 に RF1435F4 で収録してます。キャノン機にはブリージング補正などは入っていないんですけれども、まずブリージングっていうのはですね、後ろの写真類見てください。これをこうした時にブワーッとにじむ感じ、わかりますかね。これがブリージングがひどい強いとかってなると、今このブワーッと後ろのね写真がふわーっとにじみますよね。これがゴン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 ってこう前に後ろに前に後ろにって行くんですよね。これがまあ繰り出しの量とかもあったりすると思うんですが、この FE20mm はね、画角として軽さとして映りはいいんですが、このフワーッとにじむ感じが顕著なんですよね。フワッとにじまないでグイッと出てきちゃうっていう。なのでこっちの α7M4 からブリージング補正っていうのが入って、これとマッチさせると非常にね、こういった感じでふわーっと自然なにじみが出るようにはなっていたんですけども、いかんせんブリージング補正をかけると約 1.15 倍ぐらいだったかな、これだと。となるとね、今僕これ 20mm でもろ収録してるんですよ。 RF の 1435mm っていうのが僕のこのね収録する上での 20mm、 その上での 20mm ジャストがこうやって手を伸ばしてね、これですってこう紹介するときとかも、こうやって皆さんと話している時とか、そしてこの構図のバランスとかも、僕にとっては 20mm が絶妙なんですよね。このですが、このそのためをもって 20mm を購入したんですけれども、これで据え置きでやるブリージング補正を切っちゃうと 20mm できっちりできるんですが、ブリージング補正を入れてしまうと約ね、これ 23mm ぐらいになるんですよ。イメージで言うとこの辺、こういった感じの画角になる。悪くはないんですが、
悪くはないんですが、僕からするとちょっと狭く感じちゃうんですよね。まあ悪くはないんですが、この辺のテーブルとかも映したいって考えるとこういう感じなんですよ。僕の場合ここにちょっと見せたいわけですよね。これが今 20mm、 それが 23mm になるとこんな感じになって、悪くはないんだけどちょっとね狭いかなっていうところで、やはりこの多分皆さんも見慣れてる画角自体はこの 20mm ここじゃないかなと思います。僕の YouTube チャンネルといえば 20mm なんですが、ブリージング補正をかけてしまうと、どうしてもね 23mm になってしまった。でブリージング補正は必須っていうところのレンズなのでね。でさらに言うと Vlog 用途で使うにはまさにブリージング補正 と、アクティブ手ブレ補正、これをダブルでかけるとですね、おそらくこれね25から26mm ぐらいの換算のレンズになってしまって、自撮りする時のねおっさん指数が結構尋常じゃないことになる顔面って感じになるので、必然的に今とか僕がだいたい外とかで収録しているレンズはもう全部これ14mm の、F1.8G マスター、ね、このレンズに全部置き換わってしまって、こうやって卓上で撮るときとかもブリージング補正 と、それこそ、アクティブ手ブレ補正入れたまま収録するとかけ 1. 何倍とかになって 20mm ぐらいかな、ちょうどそれこそこれ 20mm ぐらいで収録したりできるんですよね。か 18mm ぐらいかっていうところで、なので結局ベストベターレンズはここに落ち着いてしまったっていうところで、卓上でね据え置きでやるにしても、そのまま撮っていきなりハンディで収録するにしても、これ1本で全て賄えるっていうね。まあ、あとはこれはねやっぱりこの撮影倍率寄れるかどうかっていう話なんですが、本当にキヤノンのね RF レンズこれ1435なんですけども、仮にですが 35mm とかにしてこのレンズ紹介したりするとめちゃくちゃピント合うでしょ。これわかります？ここは無理か。でも見てください、こことかだとピントめっちゃ合いますよね。これ 0.3 何倍ぐらいなんですよ。ですがこれは 0.21 倍、23倍ぐらいで、寄るとね結構寄れないなっていうのがね、こうやって僕この1カメで全部紹介するので、こういった感じでね意外と寄れないっていうのがちょっと、そういった意味でもねキャノン機でこうやって配信してると、キャノンレンズで配信してるとねちょっと弱いかなっていう風に感じた次第で、使ってもらえる人の手元に行っていただくっていうところでお別れしようかなと思っております。 FE20mmF1.8G ありがとうございました。またね何か機会があったら、僕はよくね買い直したりもするんですよね、レンズとかをね。なんでまた必要となれば場合によっては買い直すかもしれませんということで、ありがとうございました。で続きましてね、ウルレンズ2本目こちらです。ちゃんとはい、またソニー機、ソニーレンズ FE の 40mmF2.5G ってやつですね。もうこれね、まあ、悪いレンズじゃないんですよ。非常に軽くて 180g、170g ぐらいなんですけれども、もうまさにもうこれパンケーキではないけど 40mm でねコンパクトでっていう映りも良くてってなると、まあ、この α7 マークと組み合わせると軽くてね 40mm が使えるっていう、ここの意味ではね非常に楽しいレンズではあったんですけれども、いかんせんこの α7 マーク4自体がもう僕の中では完全動画機になってしまいまして、今スチルを撮る上ではどうしてもなんですけども、こっち、M11 もうライカの M11 のでの撮影が楽しすぎて、ちょっとねくっつけて170、これが 600g 台で 800g 台で、この装備でね マイクとか撮ってサクサク撮れはするんですけれども、 800g 台だったらこれ 800g 台なんですよね。570g に 300g で 800g 台でこの写りがするのであれば、どうしてもねこの 40mmF2.5 とこの α7 マークをあえて持ち出してスナップをするっていう機会が激減してしまったっていう、なぜならもう M11 で撮る行為が楽しすぎてどうしても、そっちになってしまったってことで、何度も言うように使わないレンズなのであれば、やはりねまた使っていただく方の手元に行こうが絶対にいいと、ということでこちらのレンズもねちょっとお別れしようかなっていうふうに思った次第です。やはり α7 マーク4がね僕の中で完全動画機になってしまったっていうのは一つ一番大きな、今回ねこの FE40mm を手放す原因になったかなっていうふうには思ったりしております。で最後なんですけども、ちょっとこれは驚くかもしれません皆様、最後ねカメラなんですが、こちらガガンとジャンとこちら、リコーの GR3X ですね。GR3 といえば、GR といえば 28mm の
コンデジ APS-C のコンデジですよね。まあもう GR といえば 28mm と、それがその GR が 40mm が出てきたということで即買いですよ。もうまさに即買いで、いまだにねこの 40mm という画角で APS-C で 230g、 200g 前半台ということで、もう大のお気に入りのカメラであるのは事実ですが、もう唯一、もうこれはね唯一、もう本当に唯一なんですが、唯一一番致命的なのが、キャプチャー1にいつまで経ってもローが対応してくれないっていうことで、ISO 1600ぐらいになると暗部の部分がおかしくなってしまうっていうね、まだデータがまともにね、まだせめてちゃんと、現像できるならまだしも、高い ISO 感度になってしまうと絵がバグってしまうということで、モノクロ専用機みたいになっていたんですよね。なので泣く泣く手放す感じです。どっちみち使わないのであれば手放すっていうのが僕の流儀ですから、あとはやっぱりだとすればコンデジ、やっぱこっち持ち出しちゃってるんですよね。ソニーの RX100M7 で、もちろん APS-C 機と1インチのコンデジっていう意味では明らかにね映りは違うんですが、やはり結局キャプチャー1でロー現像できないのであれば僕の中ではあんまり意味がないっていうところでね、どうしてもこの辺のゲイズなどの作品作りにおいては今キャプチャー1で全て僕やっているんですよね。なので仕事においても結局はキャプチャー1で全部現像しますから、なのでそういった意味で仮に仕事プラスアルファの相棒としてね、オフショット用の仕事で GR3X を使ったとしても、結局ちゃんとしたロー現像がキャプチャー1でできないってなると、カメラマッチングプロファイルがなくて色もちょっとおかしく、色転び、暗部が色転びしちゃうんですけども、 青っぽくね、なので使えないなっていうことで今回一旦手放します。ですがもしもキャプチャー1がこの GR3X のロー現像にね、きっちりとカメラマッチングプロファイル、カメラプロファイルが対応した暁にはすぐさま買い戻そうと思ってます。なんでこんな感じです。自分が今現状ピタッと自分にマッチしない、ハマらないカメラは一回手放す、そしてまたマッチしてハマってくれたら買い直すっていう形で僕は進めていくっていう感じね、今回、リコの GR3X を手放すことにしましたということでね、また使っていただく方の手元に行くっていうことで、ですがね僕の中でね 40mm ブームと思って買ったものが意外とハマらずに 40mm のレンジが、旅立っていくっていう感じでね、ちょっと感慨深いというか、大好きなのにこの好きなのにハマらなかった、ハマらなかった自分のライフスタイルというか現像スタイルにハマれなかったっていうのがちょっとね残念ではある感じですね。なので基本的にはα7M4 完全に動画機になってしまった、スチールにおいては今現状だとやっぱり、ライカの M11 がすごすぎるのと、こちら、RX100M7 のもうこのねハイブリッド感っていうか 24-200 がこの中に入っているのと、M11 の6000万画素の描写と、まあ、ローデータが良すぎるっていうところで、今回実を言うとですね、この後に、ご紹介しますが、このレンズを旅立たせて新たなレンズを迎えます。これはねこの収録の次の日には来ると思いますので、引き続きね、新たに来たこれですと、このレンズのために今回このレンズ、カメラレンズを手放します、入れ替えますっていうような感じでね、そう新たなレンズのね購入動機っていうところもこの後にご覧いただけたら嬉しいかなと思っておりますので、そういった形でこの、GR3X、 そして FE の 40mmF2.5G、 そして FE の 20mmF1.8G っていうところでね、この、1台2本のレンズっていうところを今回は手放そうかなと思っております。はい、というところでね、マップカメラさんから、届きました。何を購入したかと言いますと、じゃじゃん、こちらですね。はい、ライカのエルマリート 28mm っていうところですね、の ASPH っていう感じですかね、こんな感じです。はい、今一番現行で出ている 28mm の F2.8 ですよね。確かエルマリートが 2.8 かな、でズミクロンが F2 で、ズミルクスが F1.4 で、ノクチってなると1.09 とか 1.2 とかその辺になりますよね。でなぜね僕はこの 28mm のエルマリートを購入したかというと、まず小型軽量っていうところですよね。でさらに最近マイブームなのがですね、まあこちら M11 です。でアポズミクロンでずっと撮影はしていたんですけれども、最近のマイブームがこちら、こういった形でつけて、まあ前にも出したんですけどね、上級者専用動画っていう形で出させていただきまして、ここのね絞り値を F約ね14とか、これ16までありますね、22とか、まあ、F16 とか
こういった形にしてしまってシャッタースピードはオート で ISO もオートで、あとは、置きピンですよ。ここの置きピン28ミリぐらいになって F16 ぐらいまで絞り込むとですね、例えばですか、こんな形で無限大のところに F16 を合わせて 0.9 メーターぐらいまでねピントが合うわけですよね。 0.9 から無限大まで合うってことは50ミリよりも明らかにこのピントが合う面が広くなるんですよね。パンフォーカスが作りやすいわけですよ。広角って基本的にそういったメリットもあるんですよね。ただ広く映るだけじゃなくて手前から奥までがかなりピント面が絞り込みも広くなると、このメリットがあるので、実を言うと、まあ、僕映るんですかもそうなんですけど、だいたいパンフォーカスでこの撮り方 F 値を14とか16まで絞り込んで置きピンでね撮るっていう風になったら、だいたい35ミリからの広角で撮る方が結局はそのパンフォーカスの面が作りやすいから、この手法としては向いているんですよね。でさらに言うと軽量でコンパクトだし、6000万画素 M11 あるので、このままあとは押して撮ってしまえば、多少ノイズが乗ったとしても撮ってしまえば相当広い面で撮影できる。場合によってはここにストロボつけてね、強制的に発光させて何か撮れば、また面白い不可思議なね人物撮影などもできるってことなんですよね。まあもちろんもっとね薄くてコンパクトってなるとズマロン F5.6 とかヘクトール 6.3 とかあったりするんですけども、より薄型でね。ですがやっぱり 2.8 まであった方が正直ね、この手法置きピンでただ撮るだけじゃなく、純粋に普通の F4 とか F2.8、F3.5 とかで普通にピントをちゃんと合わせて撮影するっていう行為においてもいいですよね。なので普通の使い方もできる上に、さらに 170g、 ズマロンはどれぐらいかな、多分 120-30g ぐらいかな、まあ、軽いとは思うんですけれども薄くてね。ですがこれも実際にフードがね別でまたこうやってついてきているんですけども、こういった感じのフードがついてきているんですが、ここにねじ込む式のね。ですがまあ僕はいいかなと思って、これもう多少逆光が入ってもいいやっていう、よりコンパクトに使いたいので、こういった形でめちゃ小さく、めちゃ軽いですね。何グラムだろう、カメラボディとこのねエルマリット 2.8 合わせて、バッテリーカード込みです。で今重さを測ると 750g なんですよね。もうほぼコンデジとまではあえて言いませんけれども、フルサイズ6000万画素で 750g で写りは M11 ですから、まあこれ基本鉄板じゃないかなっていうことで、先ほど言ったね、まずはパンフォーカスを作るために置きピンで、まあ、大体の置きピンで14とかまで絞り込んで、13、14まで絞り込んでとするとね、ほんと1メーターから無限大まで合うので、あっと思った瞬間にとりあえず撮っとけば、ほぼほぼピントが合うような撮影手法が可能ってこと。そして広く撮れる GR ですよね、要はね28ミリなので。なのでそういった形でちょっとね広角パンフォーカスの置きピン撮影をするっていうために、今回ね FE20 と FE40 そして GR3X を1回手放しつつこっちに置き換えたって感じですね。まあもうちょっとね手出しはもちろんありますけれども、これが中古備品でねいくらぐらいだったかな、26、7万円だったんですけども、ちょっとは手出しはありますが、十分にねこうやって置き換えてレンズを流動させて、今自分自身が撮りたいね表現手法とか、やってみたい撮影に合わせてね、どん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 機材を入れ替えていくっていうね、皆様の参考になれば嬉しいかなと思ってます。またこれもね 28mm の使い方っていうことで、 GR3 のスナップですとか、こちらライカのねエルマリート 28mm を使った作例をもとにね、皆様に 28mm スナップのようなすすめみたいな形で、また別動画でもね展開していこうかなと思いますので、ぜひ楽しみにしていただけたらと思います。何よりもね 750g、 まあ要は EOS RP と RF50mm で F1.8 つけたのが 650g ですから、それよりも 100g 重いだけっていう装備なんですが、めちゃ軽ですね。もちろんこのねアポズミクロンめちゃくちゃ写りいいので、これの 900g 弱ぐらいも最強だったんですが、これはこれでねちょっと写りも体感しつつ、ちょっといろいろと試して撮ってみようかなと思ってる次第です。ぜひね参考になれば幸いです。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。西田渉でした。